26歳、短大卒女で、初期メーカーで営業補助のようなことをしてましたが、5末で退職し、墓地産業を取得しました。このまま2級を取ってから未経験で経理として転職するか、派遣などで働きながら2級を取得するか、どちらがいいと思いますか。えっと、2級を取ってから派遣で働いてください。あの、まあ、派遣で働きながら2級を取るで、あの僕がなんで派遣っていうのを言ったかというと、あの、経理作業の派遣に登録するためです。 であの経理作業で簿記3級でもまあ一応登録できるかもしれないですけどあの簿記2級がある状態の方が多分経理系の派遣って通りやすいんですよ。でそうすると簿記2級持ってる状態で経理の派遣で1年とか働くとあの経理の仕事をしたことがある簿記2級の保持者っていう形になるので正社員での採用がされやすいんですよね。なののでその 事務経験が経理の事務経験があるかどうかっていうのは実は派遣だろうと正社員だと関係なくてなのでその経理の事務経験未経験っていうとやっぱあの取らないところ躊躇するところもあるのでなので経験があるっていう形で派遣を挟むといいんじゃないかなと思います。その話何何度目ですすいまません何回かしてますね